それではですね、あのこの第1回万葉ロマン塾を開講いたします。はじめにですね、なぜこの企画を立ち上げたのか、あの我々赤坂いちご一五一プロジェクトのですね、あのこれまでの歩みを3分間の動画にまとめましたので、それをご覧いただこうと思います。ちょっと今から動画を共有いたします。これまでの赤坂いちご一五一プロジェクト、私たちが 万葉集に興味を持ったきっかけは、元号が令和に変わったことでした。2020年秋、高岡市万葉歴史館の関先生を講師に招いて、万葉集の基本的な知識を学ぶ講座を初めて開催しました。2021年6月には、関先生の指導のもと、高岡万葉祭りをモチーフとした老章のイベントを開催し、外国人を含む大勢の方が参加しました。10月には、 高岡万葉祭りにプロジェクトの4名が動画を応募この動画はユーチューブで全国にライブ配信されました、うん、特に中でもこの3567番の方ですか。うんはい 港区のね、はい、高層ビル群を背景に、はい、そしてこっち側にあの紅葉のコーンですか <laughs>、はい、あれがあってその衣装は万葉衣装なんだけどそういう極めて現代的な。初めてっていうこともあり。まず港区で、えー 老少の会ができるっていうのは嬉しいなと思ってやりました。で、やって何をどうしていいか分かんなかったんですけども、ただ読んだっていうのだけだけど楽しかったですね。やはりね、日本人はね、伝統的文化みたいなのにやっぱりね、興味があったんですよね。だから万葉集ってほとんど知らないんだけど、なんか古代の人にね、なんか心に引きはずきたいなあような感じがありましたね。 まあ、オリンピックがありましたからね、オリンピックの服装でというか、ボランティアの服装で出たんですけど、あの天気も良かったしあのバ、東京タワーもバックになりましたし、面白かったですなんか最初は、あのそういうあの楽しいイメージというよりは、なんか勉強会なのかなと思ったんですが、衣装着たりですとか、あの自由に。 表彰というものをこう自分なりに表現していいというふうに伺ったので少し肩の荷が下りてこう自由にあのやってみたいなっていう気持ちになれました「た万葉集」全く知らなかったんですけどたまたまですねあの今年あの好きなアニメを見たらですね映画を来場者特典でこうパンフレットをもらいましてそこに登場人物がですね「万葉集」の句を読んでたんですよそれでまあ,あのどんな句なのかなと調べてうちにですね「あの万葉集」にまあ興味を持ちました あのまさかですねあの、自分の映像がああいう風に取り上げられるなんてのは <laughs> あの思ってなかったんであのでししできれば、まあ、ああいう風うに、まあ、褒めてもらいましたんで今後もですね、まあ、もうちょっとあの本格的にできるよう頑張りたいと思います。 じゃ続きましてこの万葉ロマン塾を主催する赤坂一語一プロジェクトの理事長の大井川博子より皆様に引き渡をご挨拶申し上げます。良皆さんはじめまして。えー、ただいまご紹介いただきました赤坂一語一プロジェクト代表の大井川博子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、今日は。 まずは今日初めてオンライン講座、万葉ロマン塾に多数の、それも東京だけではなく小山、埼玉の方も参加されていると伺っております。大変嬉しく思います。ありがとうございます。さて、動画で一期一会の活動をご覧いただきましたが、一期一会を立ち上げた理由を説明いたします。3年前の10月、私は大学時代の友人に誘われて、 高岡の万葉祭りに初めて参加いたしました、えー。友人は富山と金沢在住ですが、関先生の万葉講座を受講されていたのです。万葉祭りに東京から5名、計8名で万葉衣装を身に包み、えー、歌いました、えー。大変楽しかったです。その時、人の出会いの大切さ、そして伝統文化を伝えられたらの思いで、 親しい友人に協力していただき立ち上げました富山の友人に関先生を紹介していただきました関先生には昨年は講演そして今年は講演と実際に衣装を着て楽しく開催することができました外国人の方も参加してくださいましたコロナ禍の中港区の感染症予防アドバイザーの方にご指導いただき 50名の参加となり大変好評をいただきましたまた開催できましたのも東京2020応援事業プログラムの助成金を承認されたことでした今回のオンライン万葉ロマン塾については文化芸術事業の助成を受けております港区の公演伝統文化交流館の公演国際交流協会の公演もいただいております また高岡観光交流課さんの協力もいただいておりますそして教育委員会からは「万葉ロマン塾につきましては教育委員会の講演も可能です」とメールでいただきました、えー、昨年今年関先生のお話は「緊張せず、えー、楽しい講演会でした」オンンライン講座から来年は多くの方が オンラインで高岡万葉祭のに参加を願っております一期一会をこれからもどうぞよろしくお願いいたします今日皆さんにお会いできて本当によかったですよろしくお願いしますありがとうございますはい。えー、では第1部の講演に入ります、えー、講師は富山県の高岡市万葉歴史館の関先生です 関先生よろしくお願いします。皆さんこんばんは、えー。高岡市万葉歴史館の関と申します、えー。ひょんなことからですね、えー、このプロジェクトに関わりまして、えー、今日を迎えました。あのー、面白いかどうかですけど、一応3回頑張ろうと思ってますので、えー、どうぞお付き合いください。早速、時間も限られてますので、えー、皆さんに 見ていただきたい、えー、勉強をしていきましょう。さて、画面の方はあ私の顔ではなく、中身に行きますが、万葉ローマン塾の第1回目ということですね、はじめに、えー、皆さん、とにかくこの常識というものにとらわれないでほしいというところからスタートします。どういうことかというと、 私たちはは常識がなくてて生きていけません。その常識というものにとらわれないと生きてはいけないのですけどもとりあえず古代のことを考える時にはその常識を外すまではいかなくてもとりあえずとらわれないようにしていただきたいというところから説明を始めましょうどういうことかと言いますと我々は学校で教育を受けます 学校教育っていうのは基本的に規範何が正しいのかということをそういう意識を植え付けるということになるわけですね。で私たちが今使っている漢字というのは常用漢字と呼ばれる制限を受けた漢字こういう漢字は使ってはいけませんよというような制限を受けている常用漢字と 人の名前にだけけはつけていいいよという漢字大きくこの2つで私たちの生活は動いているわけですで。もちろんこれもですね、例えば新聞にだけ使われる漢字とか、あるいは雑誌とか、そういういろんなところの分野で使う漢字は微妙に違うんですけども、ただ私たちの基本的な 毎日のののの生活の中ではこここ常用漢字と人命漢字でこのこと人を少ししだけ勉強します渡辺さんという人がいてこの辺という字に難しい辺があるということは今までの生活の中で、えー、経験していると思うんですけどもパソコンではです、ね、この2種類しか基本的に出てきません。 でも、これ以外にもたくさんの渡辺さんの時だけには辺の字があるというのを多分ご存知だと思うんですね。それで、これはまあ渡辺さんだけの特別な話ではなくて、例えば、峰という字と峰という字を使います。両方使っていいことになっています。島という字と島という字を両方使っていいことに、これはなっていません。 えー、左側の字を使うというのが基本です、えー、長島茂雄という人はこの右側の字でした、えー、ところが息子の長島一茂という人は左側の字で書かれましたこれはですね長島茂雄があまりに偉大だったので、えー、どんなものでもこの山が左にある島を使ったんですけども、えー、長島茂雄の息子に関してはあ常用漢字で書こうということになっているわけですね で本当はどっちが正しいのかということが私たちの学校教育なんですけどもどっちも正しいということをまあ、常識にとらわれないという意味になります。全部正しいのだ。で私はこういう字にしようとか勝手に変えている人がたくさんいたそういう時代があるわけですね。それが今にも残っているといろんな字が出てくるわけです。で えー、学校で一番問題になるのは、実はこの森外の大の字でありまして、えー、カモメという字はですね、ここの鳥の左側に、く、えー、という字が、えー、口が3つあるくなんですけども、このく、赤坂区、うん、違いますね、えーあ、いいんですか、赤坂区のくは、えー もともとこういう中に口が3つある字だったのを目でいいやというふうになっているわけです。だから森外と書くときも、ここのところをこのように目にしてもいいじゃないかという考え方があるわけですね。当然、これは発想として正しい。ところが、この字は常用漢字に入っていない。この字も入っていない。いや、そういうことを でどうなっているかっていうと、私たち、多分今、ここで私の声を聞いている方々は皆さん、昭和生まれの人だと思うんですが、私たちが学校で習っていたときは、この上の、えー、口を3つか口を書かされていたんですけども、今はですねいろんなもので、この目で書かれることが増えてきています。これは正しいとか正しくないとかではないわけですね。 考え方の問題として正しいのかといえば正しくないのですけどもそういうところを超えて漢字が使われているということで、えー、少しだけ歴史を遡ります。ここに略字と出ました。俗字よく、要するに嘘字ですね。それから通字、よく使われる字。それからもともとの漢字の本、本物の字。 正しい字というような言い方があるんですけども、例えば、これ、えー、郵便番号のマーク、なんでこういう形をしているのかというと、これは今の郵政省がもともと定心省という名前で、この低の字のここの部分から、この郵便番号の記号ができたので、この形をしているわけです。つまりこれ、漢字なんですね。 もちろん漢字じゃないんですよ。言葉がおかしいですけど。漢字から作られた記号なんです。例えば、一丁目という字にこの字を使います。えー、豆腐一丁でも使ったりしますけど、この字はどうして蝶って読むかっていうと、実はこの町という字の右側だけを使った字、つまり町の田んぼを書くのがめんどくさいから、右側だけを使って一丁目。 もともと1丁目というのはこの町の字を書くのが本当なわけです。正しい書き方。だけど面倒くさいから右側だけでいいじゃないかということでみんながあそれは便利だねということになってこの今我々が使う「町という字が生まれですね今も使われているわけです。だから上に載せましたように本字はどれですかって言ったらこれになるわけです。 通字、俗字、略字と言われるものがこれになるわけです。でも、そんなこと普段は考えていません。えー、一番面倒くさいのは、この実は着と著という、えー。着は着るという、服を着るという時の字で、下は、えー、著書、本を書く、表す時の著という字ですけども、実はこれ、緩和辞典を引いていただくと分かりますが、もともとは両方とも同じ字だった。 でどういう字かっていうと、もともとはですね、ここに点があるのです。でこれ、土辺が今、邪魔なんですけど、点のある字がパソコンで出なかったので、この字を拾ってきました。で、本来の字は、ここに点があって、ち、え、ょ、ー、という字なんですね。で、この草冠の取れた字が上の字で、えー、実は取れただけじゃなくて、草冠の形が変わっているだけなんです。で、下は草冠のままという。 それで、えー、着と著と呼んでますけども、もともとの漢字では両方とも著だった。で、着くという時には上の字を使おう。というふうに、えー、我々のルールで決まっているだけで、実際はですね、同じ字のこれです。属字なんですね。だからこういうことを知っているとですね、 え何かっていうとこれから古典の話をしていく時に分かりやすいんですけども今皆さんに説明しているのは、えー、とりあえず漢字というものに関しても常識の中で私たちは生きてますからその常識をぜひ忘れていただこうということであります、えー、さてこの字「万葉集」は2つの書き方があります「万」という字 これが本字になりますね。じゃあこれは何だと言いますと、これはですね、えー、実は別の字なのです。意味が異なるのです。意味は異なるんですけど、どういうわけか、あこのたくさん書かなくてはいけない字を崩すときは、こういうふうに書くということになりまして、えー、万葉集というのを書くのがめんどくさいときには、この字を書くわけです。 我々の学校では、この本字である万の字は常用漢字ではありませんから、この万という字を、普段見慣れている万という字を使うんですけれども、もう一度言いますが、辞書を引いていただくと、この万という字と本字の万は意味が異なるのです。意味が異なるんですけども、それは同じ文字なんだということで使い分けない。 同じものとするさあそこで、えー、皆さんがですねいろんな万葉集の先生に出会うと私は本来のこの古いではないですよ本物の字の「万」で書くという先生に出会うことがあると思います。だけどもこれは常用漢字ではないだからこの今我々が使うことを許されている省略された「万」の字を使うという先生もいる。 えー、つまりどっちが正しいかではないのです。学校の勉強としてはですね、どっちが正しいですか、丸か×ですかとなりますけども、文化としてはどちらも正しいということをまず理解してください。さて、日本文字のユニークなところっていうのは、こういうところに実はある。どういうことかと言いますと、 あというひらがなが安いという漢字を崩してできたということはご存知だと思います。で、さやたやは、これらがみんなこの漢字を崩してできたものだということはご存知だと思うんですけども、じゃあ、カタカナはどうなのか。えー、今、ここに漢字が書かれていないのは、このかというひらがなはこの漢字からできているので、 えー、上に書きましたから下には書きませんでした。なというひらがなはこの漢字からできているので下には書きませんでした。あと全部一緒です。えつまり、えー、下に書いてあるこの漢字以外のものは全部カタカナもひらがなも同じ漢字から生まれたということです。さあそこで青を見ていただくと何でこ,この漢字からカタカナが生まれたのかというと さっきから勉強してきたことと全く同じで、全部書くのがめんどくさいから、ここのとこだけを書こうといって、この漢字がカタカナのアになったわけですね。さも同じ。さもこの最初の三角三つだけ書いて、この漢字のことにしよう。だから、さというのはこういう形をしているという、つまり、 一部分だけ使って、その漢字の音を使う文字を発明するというところが、日本文字のユニークなところであり、かつ、ああ、それでいいねと、みんなが同意したらそれが広まっていくというところが、日本文字のユニークなところなわけです。これは外国の文字とはちょっと違うというところで、 これも頭に置いておいてほしいことです。さて、少しだけまとめておきましょう。第二次世界大戦で負けて、どういうわけか GHQ が日本,は日本人というのは漢字を使ってるから戦争に負けたんだと言い出して、東洋漢字というものが決められました。東洋、これら、用いていいよ、使っていいよという漢字。 これでいろんなものがスタート戦後がスタートするんですけどもあまりに漢字が少なくてこれではとても書き分けられないということで今現在我々が使っている常用常に用いる漢字というのが定まりましたところが人の名前に関しては特別な名前を使いたいという人がどういうわけかたくさんおりまして人の名前にだけは使っていいよという漢字が いくつもあるわけですね例えば「スバくん」なんていうのは常用漢字ではありませんが人名としては使っていいよっていうようなことがあるわけです。で我々は今常用と人名漢字を基本的に使っていますがこの先にもう一つだけ理解しておいてほしいことがあります。それはですね、えー、パソコンを使うようになってこの「タイ」 えー、活字の形をいろいろ自分でいじれるようになります。変えることができる。民調体、教科書体、平成民調体、例えばこういう言葉が今、普通に使われるんですけども、われわれが学校で習う漢字は教科書体であります。ところが、辞典は民調体で書いてあったりするんです。このこのとも知知っってているる人は知ってるんですけど今基本的に 確認しておきます民調体の意図はこういう字です教科書体の意図はこういう字ですゴシック体だとこうなります何が違うかっていうと画数が違うのですいいですか民調体は一角入ってこう二角目が入るんですところが我々が学校で習う教科書体っていうのは続いているんです1,2,2なんですもう一度いきますよ 民調体は 1, 2, 3, と入るのですしかもここのところ真ん中のちょっと左我々が学校で習う教科書体は一番左にくっついていますこのようにですねもう一度言います学校で習う漢字と緩和辞典の漢字は形が違うのですこういうことが実際に今の我々の生活に起きているわけです それをあまり気にしないところがいいところなんですね。例えば、一番左にあるのは民朝体です。真ん中は教科書体です。右側はゴシックです。信用の形が違う。これ普段見慣れているはずで、学校で書くときはこの教科書体で書かないと叱られます。罰になります。だけど、新聞で見たり辞書で見たりするのは ここのとこただの一本棒なんです。何とも思ってないわけです。えー、最後のここ見てください。下向いてますね。ここでも下向いてます。ところがゴシック体は上を向いているのです。そうすると、払うとか止めるとか、あるいはですね、伸ばすのかとかいうのは、実はデザインの問題であって、 根本的なななの大切な部分ではいいいととうことを知っていただきたいですだから先生が跳ねてないからツとかっていうのはナンセンスなことなんですけどもなかなかそれが周知されていません。えー、信用こんなに違うんですよ辞書を引いていただくとこっちが書いてあるんですよ。でも私たちはこっちで書かないと叱られるどうしてだろう。 というようなことを私たちの普段の生活ではしているということをまず知っておいてください。さてやっと本題に入ります。今日は「万葉集」って何だろうっていうことなんですけども、えー、今日は一番大切なところのお話をしておきます。大切っていうのは面白くないこともありうるんですけどまあちょっとだけ付き合ってください。 えー、万葉集の奇跡というふうに書きました。カタカナで書きました。どういうことかというと、これが万葉集の中で一番古い歌です。えー、岩の姫の皇后という人が、天皇のことをもって歌を四首歌いました、えー。君が行き、気長くなりぬ、山たずね、向かい、かいかむ、町にかまたむという歌から始まる四首なんですけども、背番号がついています。 えー、万葉集の歌だけでなく多くの日本の歌にはちゃんと背番号を振ってくれた人がいましてその背番号を覚えておくとどんな本を見ても「万葉集の85番の歌」といえばこれが出てくるというふうになっているわけですね。で、えー、今日の勉強は何かというとこれが一番古い歌なんですがこれは皇后ですから奥さんです。天皇の名前がここに書いていてません なんでかというと、皇后様には一人しか夫はいませんから、皇后と書いてあったら、その天皇は誰かは当然の、えー、こととして誰でも分かるというふうになってゃうわけです。じゃこの天皇は誰かと申しますと、仁徳天皇になります。仁徳天皇は4世紀末から5世紀前半の人物と、私たちは学校で、正確に言うとですね、 学校では、仁徳天皇はどの時代の人ということで習うのではなく、仁徳天皇はこの大阪にあるでっかい世界一大きな、えー、古墳の中に眠っている人ということで習うわけです。つまり、ここに古墳があるわけですから、仁徳天皇っていう人は実在したわけですね。でその実在したところはあ、ごめんなさい、実在した年代は、 この古墳などのことからどのぐらいの時期の人だっていうことが分かるわけです。でその人の奥さん皇后です。その人の奥さんがこれを歌ったわけですがこの4種の歌を歌ったわけですからこれは4世紀末から5世紀の頃のですね歌だということが分かるわけです。さてさらにここに載せました歴史書にはですね天皇が何をしたとか 皇后が何をしたっていうことは書いてあるんですけども、どんなふうに好きだったかなどということは書いてないんです。これが万葉集の歌でわかるわけですね。何がわかるか。天皇がどっか行っちゃって、1日じゃないですよ。つまり1日目帰ってこない、2日目帰ってこない。それが毛長くなりぬ、3日目帰ってこない。ということは、迎えに行った方がいいんだろうか。 待っっっててたた方がいいいんだろうううかというような歌を歌を天皇に送ったわけですねつまり、ここには早く帰ってきてくださいという思いが入っているわけです。つまり、歌の背景には早く帰ってきてくださいねというのがあるわけですね。あるいは、書くばかり、こいつつあらずは、今待ってるんですから、こいつつあるんだったらば死んじゃった方が良かったわ、このようなことを歌って、 送っててくれているこれがですねえ教科書には載らない個人の思い気持ちが万葉集には残っているということになるわけですだからこれを読むことが面白いつまり古代の人はどんなことを考えたのかっていうところが面白いところになるわけですでこの前の赤坂での皆さんに同唱してもらったものはですね そういう面白いであろうという歌を選んでやりました。世の中は虚しきものとアラムとそ。世間というのはでないですよ。人生はでもいいかもしれません。それは虚しいものだと、この照月が道かけ,しけ,るあ知る道かけするのだ、えー。なぜ照月はあ、ごめんなさい、なぜ月は道かけするのかというと、世の中は虚しいものと教えてくれているんだ。こういうことを 歌だから表現でできたとというところなんですねあるいはその歌が残っているというところが面白いわけです。あるいはこれも天皇の奥さんが作った歌ですがあなたと2人で見たらこの今降っている雪も嬉しいに違いないでも今あなたはいないから嬉しくないというようなことが分かる伝わってくるわけです。あるいは 夏の野,に野原には草がいっぱい生えてますから茂みですね。そこにひめゆりが咲いている。つまりひめゆりが咲いていることが草によってわからない。そのひめゆりのように気づいてもらえぬ恋は苦しいものですよというようなことを奈良時代の人が歌にしているのです。 えー、これが今に伝わるというところがすごいことでもあり、かつですね、1200年前の日本人の言葉が今も読めるというところが面白いところなわけです。えー、この前取り上げたこんな歌がありました。えー、どんな男だったかわからないんですけども、その男のせいで怒られてたんですね。おお母さんやお父さんんや父に なんであんな男と付き合ってるんだと怒られていたら、その男が青馬の澤高豚につまり素晴らしい馬ではなくてですね、な、え、ん、ー、でしょうね、下駄でも履いて、えー、それでポロっと現れた、そんな感じでそれを歌に残している。お前のせいで怒られていたのに、どうしてそんな格好でやってくるんだ、やってきたんだ、そんな歌が残っている。あるいは、 コオロギは、えー、平安の貴族たちになるともう歌われなくなる。えーまあ、我々もコオロギよりもスズムシの方がいいねとか言うと思うんですけどもそんな風にですね、えー、読まれなくなっているようなも読まれなくなっていくような素材も歌われている。えー、つまり普通に生活が 読まれていいいるととうことが面白いわけです、えー、ただし、少し勉強しておきましょう。時々誤解している人がいるんですけども、万葉集は和歌集ではありません。どういうことかっていうと、和歌以外のものも載っているんです。和歌以外のものって何かっていうと、今回、令和のもとになりました漢視とか、手紙とか、そういうのも載っているので、 単純な和歌集ではないんですで。だから何て言ったらいいかというと、この一番左に書きましたけども、純粋な和歌集ではなく、シーカ州。かっこよく言うと、アンソロジーなんですね。ただ、奈良時代のものをアンソロジーっていうと、ちょっと、えー、まあ何でしょう、外国語で言うのもあれなんで、シーカ州と言った方が正確になるわけです。でそのシーカ州というのはですね、 国家体観というものに収められたときに背番号を振られました。えー、これは皆さんあのお手元の資料にちょっとだけ載せておきましたけども、国家、国の歌、日のあの君がやのことではありません。えー、和歌のことです。国の歌を和歌を全て集めたというすごい本があるのです。でその中に、 納めらられれててていいる和歌には全て背番号が振られていますだから「古今集」の何番というとどんな本を見ても同じその歌が出てくるわけですね。で万葉集の場合は4516番という背番号が全部で振られたんですけども今買おうとすると 門川書店から新編というこの2文字のついている国家大観になるんですかいいですか右側は新編がついてません。新編がついてない国家大観は4516なんですけど、今売っている新編国家大観を買うと4540まで振ってあります。おかしいのです。数が合わない。なぜかというと、単純明快。 右の国家体感を作ったときに数え間違いをしていたという、えー、大失態が行われておりまして、えー、それを数え直しをしたら4540番までなったということになっていて、えー、この2つの番号がですね「万葉集」にだけは存在するただし、えー、古い方の背番号で数えることがほとんどですから あ万葉集の歌は何種あるのですかというと4,516番まで背番号が振ってありますけどもそれよりもう少し多いんですよというようなことも是非知っておいてください。さて画面を変えました。ここからは学問の話になります学問といううのは疑うことです。 疑うことは大切なんですけども疑うとどうなるかこれになります4世紀の終わりに歌が歌えるわけがない4世紀の終わりに和歌が作れるわけがないというのが学問なんですつまりこれらの歌は全部嘘だ後の人が作った創作なんだっていうのが学問なんですじゃあどうやってそれを証明するか っていうのが学問なんですねで今上に「信じる信じない」って書きましたけども「信じる」というのはこの作者がこの歌を作ったんだということですで。信じないっていうのはこれは後の人がこの人の作品だと言って作ったんだということになります。えー、簡単に言うとですね夏目漱石の作品は 夏目漱石の作品なのかいやいや夏目漱石のゴーストライターがいてその人が書いたんだそういう話になるわけですところがですよ1200年も前の話ですからみんながそうだそうだこれは信じないという方になっていますもう一度言いますこれは岩の姫がつ作ったのではなくて後の人が岩の姫に の名前を借りて発表したんだこのように考えるのが学問になるわけですねここがね難しいんですじゃあその代わりに作った人は誰ですかっていうとそれを答えている人は一人もいませんつまり四世紀末の歌じゃないよということは言いながらもじゃあいつの歌なんですかっていうと学問は答えてくれないのですね このあたりを頭に少し置いといていただいて、えー、こういう問題に進みます。万葉集の頃には、ひらがなもカタカナも存在しませんでした。万葉集の頃にはすべて漢字だけで書いていました。日本語は全部漢字で書かれていました。ですから、この漢字を読み解くと、このように 今の我々の書き方になるよというのが研究なわけですここはのとも読めますねでも君ががと読むんだというのが研究なんですじゃあどうしてというのが研究論文になるんですけどももう一度今のことを話をしておくと全部漢字で書いてあるのを我々が読みやすいように変えているのだ でも最後見てください。死なましものを。今の我々で言うと死は死ぬの死、漢字を当てますが、他のところは助動詞や助詞ですから、ひらがなで書くというのが今の私たちの書き方なわけです。でも、そこのところの死をもう一回同じ死という字を使ったら、これが文学的に見えてくるわけですね。死ぬに関わるところの死なましものを。 わわざわざしの字を書くでこういうふうな工夫をしているところが面白いわけです。どんな詩の字を書いてもいいんですよ。でも、えー、歌の内容に沿って漢字を多分選んでいるんだろう。そんなふうに考えているわけです。例えば、岩の根を巻く、ちゃんと巻くという字を書いています。えー、今の私たちの巻くは、今日は私はひらがなにしてしまいましたが、 岩根を巻くっていう言葉がどんなことかということと関わってきますので、まあ、今日はひらがなにしてしまいましたけども昔の日本の人が一生懸命漢字を使って自分の作った歌を表記したということを知っていただいた上に古、えー、写本の勉強をします。えー、少ししゆっくりお話をしますと、 漢字が書いてありますね。これが万葉集の原文になります。奈良時代の人は漢字しか書けませんから、万葉集の原文というものがあります。それに対して、ひらがなで振りがなが振ってあるわけです。こう読みますよ。でこのひらがなだけだと、我々は雨なのか雨なのかわからない。橋なのか橋なのかわからないわけ だから今の私たちの表記では、えー、漢字にすべきところは漢字にして、ひらがなをと組み合わせて、とても読みやすくできているわけです。では、これはどうなっているかというと、漢字は漢字があって、ひらがなはひらがなで別の行になっていると。とこのようなふうに、万葉集の形がなっているわけです。さて、えー、少しだけ細かいものを見ていただきますが、 たくさんの万葉集の写本が残っているわけではありません。ほんの一握りの写本が残っているだけなんです。でその中で一番古いものがカツラ本と呼ばれる、えー、写本になります。これ少しアップにしますと、こうなります。カツラ本というのはなんと全部残っていません。万葉集の巻期4のしかも3分の1しか残っていないのです。 えー、たった3分の1ただし平安時代のものなんです平安時代のものというのはどういうことかというと今現在残っている一番古い写本になりますこれが平安中期の桂本というものですで今日の勉強はこの桂本ではなくて西本願寺本というものに進みます西本願寺本というのは全巻が残っている 全20巻が残っている最も古い写本で鎌倉時代のものももになりますもう一度ここを見てください。この右側にも全巻ってありますね。紀州本っていうのはあ和歌山の徳川家と思っていただければわかりやすいんですが、この全巻はなぜ一番古いと言わないのかというとここをご覧ください。 前の10は鎌倉なんですけど、後ろの10巻が室町のものなのですごいですね。どうしてこんなことがわかるんだろうか。えー、すごいでしょ。こういう研究が積み重ねられているわけです。そして、西本願寺本というものが全部鎌倉のものだから、これが今日本に残っている一番古い、すべて残っているものでは一番古い。 とということになるわけです本物を見てみたいと思ったら、こんな本が出ています。これ何かというと、ですね書道のお手本なんですで。書道のお手本でこういうものがとってもきれいな本が出ていますから、こんなふうにです、ね、全部揃っています、えー。多分ね、お近くの図書館にあると思いますよ。だから本物が見てみたくなったら、この、えー、書道のお手本になっているのをご覧になると、 に分かりますそして最近は便利なように東京国立博物館のホームページを見ていただくとその一番古い原略古本あごめんなさいえっ、ー、とこれは原略古本ですがそれがこういうふうに見ることができますえー、これが西本願寺本になります 今日勉強した岩の姫の皇后が天皇をもって作った歌の1首目がこんな風に書かれています。いいでしょうか。「総門」「浪は高津宮に、えー、天皇が」の台に岩の姫が、えー、天皇をもって漢文ですね作った歌4首。そして、えー、1首目の歌がここに漢字で書かれている。さっきと何が違うかお分かりでしょうか こちらはですね、カタカナで振り仮名が振られているのです。さっき見ていただいたのはひらがなで書かれていました。こちらはカタカナなんです。でカタカナは振り仮名のために生まれた文字ですから、漢字の右側にちっちゃく書かれます。えー、今でも振り仮名は多くカタカナで書かされますけども、ひらがなは 漢字の代わりにできたものですから、漢字と同じ大きさで書きますが、カタカナは小さく書きます、えー。先ほど見ていただいたのはこれですよ。漢字とひらがな。同じ大きさですね。一方、カタカナは漢字より小さく書かれている。これはやや振り仮名だからです。もう一度言います。右側は漢字にカタカナで振り仮名が振ってあるのです。左側は 漢字に対して、これはこう読むんですよという振り仮名ではなく、日本語の表記としてひらがなで、つまり漢字と同じ大きさで書かれている。これがですね、カタカナとかあひらがなの本当に生まれたときからの違いなんですね。それで、よいしょ。この右側のものを活字にすると、 左側のような万葉集になって、我々が買うとですね、左側のようなものが基本的な万葉集になります。何が間違ってるのかお分かりですね。これはね、ひらがなで振りがなを振ってはいけないのですよ。振りがなはカタカナで振るべきなわけです、えー。つまらないことを言うとですよ。でも、カタカナでいっぱい書かれると本当に読みにくいので、 我々はひらがなでふりがなを振りをっています。そしてですね、えー、ちょっとだけ戻しますがうんここまで戻らないといけないですね、えー、これがですね古代の人々の文字の書き方で天皇陛下の上には必ず1文字開けるのです。 何々天皇っていう時に、これは敬意を表すためにですね、一文字空白を入れる。これが基本的な書き方なんですね。でそれが、えー、活字になってしまうと忘れられてしまうことがある。あるいは、ここ見てください。これ歌です。これ歌です。歌の間にあるのが、これは台,台です。台は一文字高くなっています。ですか ところが、活字の方はこんなに下げているわけです。つまり、我々が万葉集を買ってきて、これが万葉集の形なんだなって信じてはいけないということが、こんなところに生まれてくるんですね、えー。もうちょっとだけ2つのことを比較しておきます。いいですか下側は平安時代のものです。上のこっちの色のやつは鎌倉時代のものです。 えー、250年ぐらい違うかもしれません。ほぼ同じ字が書かれていますね。えー、今我々はこんな字使いませんよ。こんな字使いませんよ。えー、先ほど言ったように、えー、常識を超えてくださいね。我々はじゃあこの字をどう書くかっていうと、我々はここに指ってありますでしょ。 我々は常用漢字で指という字を書くわけです。ところが、写本を見ていただくと、これは確かに指のようでもあるけども、違うような気もするという。うん、でも、これは昔の人の指という字なんだ。ということで、我々の勉強は進んでいるわけですね。あと、よいしょ。えー、他のところも見比べていただくと面白いんですけども、 今日はあの細かいことではなくて皆さんに興味を持ってもらうことをやりますからこの先に進みます。ごめんなさいね。もう一回画面戻しますよ。ここにアカネという植物と草という字があります。左側に紫という字と草という字があります。右側はアカネという字に草です。えー、こっちは ここにフりガナでアカネ、あかね。ねの字は、あの、ねうしとらうの子供の子ですよ。赤ねと書いてありますで。左側に何て書いてあるのかをアップにします。アキハぎって書いてあるんです。皆さん、この字は紫って読みますよね。だけど、鎌倉時代の万葉研究者はですね、この紫の草というのをアキハぎって読んだんです。なぜか。 紫色の草、紫色の花を咲かせる草、ほら、はハギでしょで、ハギのと言ってしまうと、1、2、3で足らないわけです。和歌は五、七、五でいきますから、のの上に4文字欲しいのです。もう一度いいですかここ4、のの字がありますね。のの上に4文字欲しいんです。五、七、五でいきますか だだから秋ハギって読んだんです紫色の草はこれはきっと秋葉ギって読むんだろう。なんでかはもうお分かりでしょ紫のって読みたいのに草の字があるから紫って読んでしまうと5を超えてしまうわけですよ。だから紫なんだろう紫の草ってなんだろうって一生懸命鎌倉時代の人が考えて。 って読んだんだですしかもですね、下の字は黒で書いてあるでしょでもね、上の字色が違うじゃないですか。これ何かっていうと、私が初めて読みましたよと、その鎌倉時代の人が、今までのは読めてました、にも読めてましたは黒で書いて、ここで私が初めてこう読んだんですっていうふうに、後の人に分かるようにしてあるんです。 これがですね、鎌倉時代の知恵。すごいでしょすごいと思っていただきたい。で、えー、さて、えー、今、目の前に何が見えているのかって言いますと、これは「万葉集の」の、まあ、一つの本なんですけど、背番号がついているっていうのは先ほど勉強しました。9番っていう歌をどこかで見ていただくと、 振り仮名が振っていないといいなとととうことに気づかれると思いますどうして振り仮名が振っていないのかというと、学者がこれだけ揉めておりまして、これ全部9番の歌の最初の読みが、誰々さんはこう読んでる、誰々さんはこう読んでるというふうにですね、名前がここに入ってますでしょ。つまり学者が揉めているわけです。つまり正解がまだ見つかっていない。 ここはままた難しい話になりますね何をもって正解とするんですかっていう話をさっきしました。つまりこの場合の正解は多くの学者さんが「うんそれでいこう」と言わないと正解にならないわけ。つまり本当の正解かどうかはわからないというようなこともあるわけです。あるいはこちら2033番下のところに振り仮仮がありません。 これも上を見ていただくと、あなるほど、こんなに揉めているんだなということが分かります。えー、学者が揉めているから、えー、読めないで。これは難しいですよ。皆さんが手にする万葉集には、ここに振り仮名が振ってあるかもしれません。こっちにも振り仮名が振ってあるかもしれません。それはその先生がそう読んだという歌なわけです。ただし、何人かの先生が いや、私は違うと思うというようなことになると、このようにですね、いっぱい読みがあると、えー、このように振り仮名を振らない歌というのも存在するわけです。で、ちょっとだけ皆さんに、えー、何でしょうね、広告だけしておきますと、万葉集を買ってみようかなと思ったら、一番買いやすいものは、 講談社文庫と角川文庫ではありません。角川ソフィア文庫というのが古典を収めている文庫なんですけど、これが今、えー、一番買いやすい。どういうことかというと、4冊で済むのです。4冊ね。4冊も買わなきゃいけないというところが面倒なんですけどで、これをちょっとだけ今説明しておきます。このようになっています。どうなっている原文が載ってないのです。 これが角川文庫、角川ソフィア文庫。原文が載ってないってことは、もう俺の読みを信じろということになります。先ほどの秋葉木を見てください。紫と読んでます。紫草って書くんだけど、読みは紫って読もうということになってるわけです。ね、秋葉木と鎌倉時代の人が読みましたけども、今の万葉集は紫と読みます。 ところがね、右側は「茜草」って書いてないんです。右側は「あかね」って読んだのに、左側は「紫草」っていう漢字を書いている。これがこの角川ソフィア文庫ではわからない。それに対して、こちらはですね、講談社文庫、中西進先生の講談社文庫は、原文がここについてるんです。これが歌ですけども、これの原文はこうなってますよ。 っていう原文をつけてくれていて、しかも例えばここに4番ってついてますから、この字は他の写本ではこんな字なんだよというような説明もついてるわけです。つまり、一回買ったら原文も今の我々の書き方も、それからその下を見るとちゃんと訳も全部載ってるのがいいわっていう人は講談社文庫をお買い求めください。ですかこっちが講談社文庫。 左側が角川ソフィア文庫原文があるか原文がないか。それから役はついてます。ところが役は角川ソフィア文庫の方が大きくて見やすい。講談社文庫はちっちゃいのです。だから私原文はいらないわよっていう人は角川ソフィア文庫をおすすめします。 えー、どっちの表紙が美しいかっていうのはあれですけどまあ、えー、このように美しい表紙の文庫本ですからぜひ手に取ってみてください、えー、それだけ、えー、広告をしておいてですねよ先に行きますよ古代人の工夫というのを少しだけ触れておきます、えー、こんな素敵な歌があります雨の海に雨っていうのは天のことですね天の海に 雲の波が立っているそこを雲の波の中を月の船が星の林の中にこぎかくるのが見えるこんな歌が万葉集にあるのですところが原文がこうなってます「雨の」と読むのが勉強ですけどもこれは「天」とも読めるし「雨」とも読めますねあるいは「雲の波」たちは読めます 星の林にも読めますでしょで、小木隠るみゆっていうのも読める。つまり、読めるように表記してくれてるわけです。他の人が読めるように歌を表記してくれてるわけです。で、これがもう少し進みますと、一時一聴になります。夏装そびくうなかみがたのおきつすに。 ふねはとどめむこのように我々がひらがなで書いているかのようにですね一字一音で書いてくれているわけです。どっちが読みやすいかって思ってみてください。左の方が読みやすい。ところが先ほどもお話したように夏と書いてあったらこれは季節の夏なのかがわからない。右の方がなるほど天の海なんだ。 雲の波なんだって分かりますよね。月の船なんだ。星の林なんだ。ああ、ここに隠れるんだなっていうことが、右の文字の方が分かるわけです。だけど、これ違う読み方もできるんじゃないのと思ったりする。それに対して左の書き方は、読み方は迷いません。だけど、これはどういう意味かなどっちの意味かなという時があるわけです。でこれを わ私たち、今現在は漢字は漢字で書こう。えー、動詞の付属語などはひらがなで書こう。つまりですね、右側のこの万葉集の書き方と左側の万葉集の書き方を合体させた書き,書き方を今の私たちはしているわけです。ただ、ひらがなができましたから、ひらがなを使って書く。そういうことをしているんですね。 で柿本人まろという天才が、えー、今日は名前だけですけどもこんなすごいことをしている。読めません。いいですか天間水陰、早金風なびく、見るものは時が来る。これ一体何て読むんだあるいは左側、東のの。あわかりますよね。東ののに炎が立っているんだ。で、えー、反対を見たら。 月が西に渡ってた。ね、分かるでしょあの、どう日本語にするかは別としてですよ。意味です。あ,あ東の野に炎が立ってるんだ。えー、後ろを振り返ったら、月が西に渡ってたんだ。分かりますね。で、これをですね、研究者がかっこよく読むという。これが万葉集なんです。東の野に限ろいの立つ見えて。 帰り見すれば月傾きぬ西渡るを傾く、えー、今の我々は傾くですけど古語は傾くですから傾きぬこう読んだわけです。かっこいいでしょこれはね江戸時代の学者が読んだんですよ。でも私の目からすると「西渡る」でいいじゃないかと思うわけです。「月西渡る」そう書いてあるんだから。でもかっこよく読むと「傾きぬ」なんですね。 どっちが正しいって言われたら多分西渡るなんですけどそれからさっき私炎って言いましたこれを鍵いって読んだんですかっこいいでしょ炎が立つよりも鍵いが立ってるって本がかっこいいでしょつまり「万葉集」の多くの歌はこの漢字をどう読むかという時にその時その時の学者たちがこう読んだらいいんじゃないかという いろんな研究の上に成り立っていまして一番かっこよく読んだ人の読み方が今でも使われていて正解かどうかはわからないということがあるということも知っていてくださいでその中でですねこのひとまろさんの歌というのは本当にかっこいい表記が使われている、ね、右側もそうですけどこれこう読んじゃうと普通の歌なんですけどこの歌を このように漢字で書くっていうところがすごい面白いとこになるわけです。でこれが、えー、万葉集以外の古今集以下の歌集と違うところ、えー、言葉を悪くすれば自分勝手に読めちゃうっていうところなんですね。えーまあ、そこが面白いところでもあるんですけど、まあ、こんなところをぜひ知ってい,ていただければと思います。さて、それでですね えー、時間は来てますが、もう一つだけ見ていただこうと思います。よいしょ、えー。これですね、さっきもちょっと言いましたけども、茜は茜の草って書いてあって、左側は、うん、紫の草と書いてあってで、ちょっとアップにしますよ。ね、色が全然違うっていうのが、これで、 えー、皆さんの画面でも大きく見ていただけると思うんですがこの色が、うん、鎌倉時代に読んだ人の色でそれまで、えー、平安時代から読まれていた言葉には黒で振り仮名を振っているえこの辺りが鎌倉時代の学者の、うん、すごいところでもあるわけです。 さっきのように大きくしますけども、まあ、このちっちゃい字を読めるかというと、うん、ここが難しいところで、えー、全部情報が載ってますけど、講談社文庫の中西先生のやつは全部情報が載ってますけど、まあ、それが見やすいかどうかは別の話ですよというところまでできょ、えー、のところはです、ね、万葉集の入り口のところをちょっとだけお話をしまして、 えー、6時を過ぎましたから、一旦ここで休憩に入らせていただきます。事務局お願いします。